Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons donc en apprendre un peu plus sur l'intrigue qui est en cours, ce qui va nous amener à participer à l'épreuve de Ronka, et ainsi pouvoir récupérer de précieuses informations pour la suite des événements. Je vais donc vous laisser profiter de cette vidéo en espérant que celle-ci va vous plaire. Je vais vous souhaiter également une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous l'aurez regardé. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.随分と大きな石像ね。ロンカでは様々な動物を神獣として崇めていたはずだけど、これはどう見ても普通の動物じゃないわね。とっても迫力がありますね。なんだか生きてるみたいです。そしてこちらはおなじみのフクロウの石像ね。閉ざされた扉はこの奥にある。見ての通り、片方の台座にだけフクロウの石像が置かれている。それにしては単純すぎるわ。一見すると妨害する機構もなさそうだし。待って、ここにロンカ文字が刻まれているわ。何時、英雄の眠り妨げるは封印されし神獣呼び起こすと知れ。ちょ、待ちなさい。何が起こってんの？大変です。やっぱりこれ生きてます。まったく、こうなったらやるしかないよね。
元の部屋に戻ってこられたようね。あなたのおかげで、とんだ試練を受けさせられたわ。まあまあ、これで扉の封印も解けるんだし、結果オーライだ。英雄の眠り妨げるわとのことだったわね。だい ここは霊廟だったようね。埋葬されているのはおそらく古代ロンカ帝国の英雄。あの壁画に書かれているのはビース族の魔導士。まさか大魔導…とても高名なロンカ時代の英雄だ。その魔法は神のごとく強大で、悪しき軍勢を蹴散らし平和をもたらしたという。てっきりおとぎ話だと思っていたけど、本当に存在したんだね、シュナって。あ、私は信じてました。これは、まさか星の雨が降り、英雄、大いなる力に。言い伝えによると、大魔導士チュナは真実を見抜く目や心の声を聞き取る耳を持っていたそうだ。それが事実なら間違いなく超える力ね。だとすれば、なんてこと。全ては偶然ではないのかもしれない。世界に降り注ぐ星の雨、流星雨を見た者は異能に目覚める。それは原初世界でもたびたび報告されている事象なの。その理屈は用として知れなかったけれど、一つ仮説を立てることができそうだわ。ここに描かれた流星雨の絵、忌憚な御影堂で見た終末の壁画に似ていなくて、あるいはエメトセルクが見せた終末の光景に。あなたも世界を焼き尽くす無数の流星を見たはずよ。水晶工たちが作ってくれているソウルサイフォンしかり、魂と記憶というのは密接にして繊細な関係を持っている。私たちの魂のどこかに遠い過去に見た終末の風景が焼き付いていたとしたら、それに似た流星雨を見た時に何かしらの反応があるのかも。そうね、そうだわ。超える力については未だエーテル学的な解明がなされていない。だとすれば、終末の早期によって発露する人が分断される前の古代人だった頃の力という可能性も。はっ、ごめんなさい。私としたことが何の根拠もない憶測を語りすぎたわ。
なんとかこの説を裏付ける証拠が欲しいところだけど、それはここで見つかるものじゃない。ただこの壁画を見ていたら、あの幻影都市で目にした週末を思い出してしまったというのは本当よ。そう、エメとセルクは最後に彼らが生きていたことを覚えていろと言ったわ。我ら守り手が遺跡を守ってきたように、ロンカは過去から受け継がれたものを大切にしていた。しかしだからこそ、戒めを込めた過去を明かすもの、時のものにあらずということわざを持つ。その意、過去を読み解いたつもりでいても、読み解いているのが今を生きるものである以上、今の観点や願望が必ず入る。確かに一理あるわね。私たちは幻影都市で終末を目にしたけれど、そこで感じたことには私たちの常識や思想による影響が。エメとセルクが守っていた真実を正しく継いでいくのは存外難しいことなのかもしれないわ。さて、これ以上ロンカの英雄の眠りを妨げるのも悪いわね。そろそろファノブの里に戻りましょう。
ああ、はぐれ罪食いなら片付けておいたぞ。以前と比べると罪食いの数も減っていますから、すぐに見つけることができました。これであとはアルバートを語る者を待つばかりだね。そういえばサンクレットたちは無の大地の調査をしてるんじゃなかった？そっちは良かったの？まだ調査中ではあるが、こっちも尋常じゃない事態だからな。一旦中断してでも力を貸すさ。私も皆さんのお役に立てればとサンクレットについてきました。やっぱりみんなが揃うと頼もしいわね。ああ、戦いの可能性が否定できない以上、万全の布陣で臨みたいからね。どうやら目当てのものも現れたようです。今度はこっちが一足遅かったようだな。なあ、思い出さないか？俺たちが初めて出会った時のことを。お前が倒すべき蛮神を俺たちが先に倒しちまったよな。ラーバナとか言ったか。そういや、まだ礼を言ってなかった。俺はお前のおかげで蘇ることができたんだ。本当にありがとうな。ああ、あいつはいいやつだった。ずいぶんと経っちまったからもう会えないのかな。なるほど、茶番はやめろということか。まあ、君たちを騙せるとは思っていなかったがな。私はアシエン・エリディブス。エメトセルクの再現した町を歩んだであろう君たちにはこうも名乗れよ。真なる人を導きし14人委員会の調停者であると。聞かせてくれ、君の目的は何なんだ？調停者として14人委員会の決議を成し遂げること。他のアシエンたちと同じだと思ってもらって構わない。それをただの破壊活動とはもはや言うまい。私たちも君たちもそれぞれに守りたい人々がいて、しかしエリディブス、せめて一度共に考えることはできないだろうか。エメトセルクが最後に彼に覚えていろと己の歩みを託してくれた意味を。そうね、あの人がたどり着いた結末はあなたにだって何かを伝えようとしているのではなくて、エメトセルク。残念だよ、
君らしくないことをしたものだ。調停者としてそれは棄却すべき思考だと言わざるを得ない。宿願を達成するまでの長き道のりの中で誤った見識を持つ者がいれば、それを正すのも調停者の役目。エメトセルクの抱いた考えが私たちの歩みを止めようとするものであるならば、いかに彼の言葉でも私はそれを認めない。そもそもなり損ないの歴史を見てみる。100年前のアルバートたちのことですら都合よく解釈していたじゃないか。そして今、民は私の言葉一つで手のひらを返している。エメトセルクのことだって所詮は同じようなもの。ああ、お前たちはいつもそうだ。忘れ、誤り、その小さな手から何もかもこぼし続けている。そんな存在が私たちの何を覚えているというのだ。なり損ないであるお前たちと私たちの間には和解も理解もありえない。その必要もない。私はただ己が役目を成し遂げるのみだ。待ちなさい。思うところは多々あるが、ひとまず彼がエリディブスであることは確実となった。そしてその目的が世界の統合にあることも。でも光の戦士たちの真実を広め、人々を扇動している理由までは分からずじまいだったわね。ねえ、もう一度テンペストを訪れてみない？今後エリディブスと戦うにしろ、再び言葉を交わすにしろ、現状ではまだ不確かなことが多すぎるわ。彼らが取り戻そうとしている分断前の世界についても、そしてエリディブス自身のことについてもね。だったら私たちから近づくべきではないかしら。エメトセルクが私たちにそうしたように。しかし、かの幻影都市は終末を迎える前の消えゆく幻。アーモロートについてはその意見に同意するわ。でも幻ではない本物の意向には調査の手が及んでいない。テンペストは広大よ。オンド族が住居としていたような遺構がまだ残っていたとしてもおかしくないと思う。あなたそれ面白い冗談だと思っているの？だとしたら、まずは新たな遺構探しということだね。ここは